はじめに、昨日の報道等で仲間外れ無視されるという内容でのいじめ扱いとされているが、実際は叩かれる、蹴られる、その他の行為、暴力行為も含むについても報告書では記載されており、法で示されているいじめの定義に記載されていないからという理由で、市教委の方で、法で、黒塗りで伏せられていることを周知したい。また一部の暴力行為として警察では職法事件としている。報道内容で長短の制限があると思うが、いじめの内容が仲間外れ無視されるだけではないことを強調したい。で以下項目に起こして細部の心境を伝えたいと思います。一加害者に対して、娘は家では明るく、自ら笑いを取り家族を笑顔にさせてくれる存在でした。また気が利く子で進んで手伝いを行う優しい子でした。学校生活でも家と同様に明るい、率先して行動する、勉強できるといった言葉を耳にした。そんな娘をいじめの的にした、加害者に対し怒りが収まらない。第三者委員会の聴取では、保護者含めお互いになすりつけ合ったりと、とても反省している様子がないというか、娘の命を軽視しているというか、実名を挙げ遺書を書いた娘の気持ちを思うと、憤りを覚え、嘆き悲しんでいます。位置に関する追記なのですが、加害者からの謝罪については未だにない。保護者含め人の命を何と思い、我々に対してどのように考えているのか問いたいとおっしゃっています。2番目、担任及び、他の教師、小学校に対して、子どもたちが頼るとこは、先生であって、その先生が SOS を聞き流すとは教員の質としてどうなのでしょうか。いじめを訴えても対応してくれなかった娘はどんな気持ちだったのか。自殺未遂の意図があった行為に対し娘の気持ちに触れず、学校設備の鍵を壊したことに相当怒られたとも後で分かったが、これについては児童の命より鍵を壊したことに怒鳴り散らした教師に対して強い口調でノートに記していた。自殺しようとした行為がすでに重大事態の対象だと思うが、個々の教師は法で示すいじめの定義や、市基本方針を理解していたとは到底思えない。3番目が、学校長及び教頭に対して、いじめアンケートに関わらなかった理由はなぜだろうか。自分が管理する学校内のいじめに無関心と捉えられる。自殺未遂の件についても知らず、このような管理者がいるから世のいじめ問題が出た際に学校は知らなかったとしか答えられないのだろう。だからいじめの組織が機能しないのではないだろうか。学校のいじめに対する方針を形式で掲げるのではなく、実効性のある方針を具体化し監督するよう強く希望する。教員や学校の適切な対応で防げた可能性があると指摘されているにもかかわらず、娘に対して謝罪もない無責任さに憤りを感じる。で3については追記がありまして、娘が在籍していた学級を他教師はいじめはわからないが雰囲気であってもおかしくない、なんとなく暗い顔をしているが手を差し伸ばしてはいないと証言もある。その他の情報では他にも子ども同士のトラブルにも、他には無責任な対応を取っていた学級だったと捉えられている。教員歴の長短で他の教員が見て見ぬふりをする組織を改善してもらいたいとのことです。4番目、市教員に対して2月に報告書ができ約10ヶ月後の会見、3日前に初めて教育省から謝罪を受けた。正直この会見に合わせた謝罪だと感じた。どれだけの身分で一般人の私には理解できないが、子どもがいじめに苦しみどんな思いで遺書を残してどんな思いで実施したのか、我々家族がどれだけ辛い思いをしているのか、この教育長には伝わっていないと感じている。他にも報告書の公表版の作成に長い年月をかけ、市長報告までに8ヶ月を要したり、
記者会見の日程変更を前日の夕方にメールで通知したり、とても誠意が感じられない。また再三にわたりいじめを行う児童に対して内申書への記載や、厳罰化を求めたが協議すらしてもらえず、防止策として加害者の深い反省を促し再発防止につなげる指導プログラムを、作成というが、具体的に何をするのか聞いても明確な答えを出せないかった、これでいじめが行うものはなくなるとは思えない。これがいじめで、娘を亡くした親の気持ちである。これまでの考え方やり方を一度切り離して協議してほしい。4にも追記がありまして、教育庁が我々に謝罪した場は、記者会見の調整での場であり適切ではない。部長に関しても視聴報告が済んだ後報告書完成後8ヶ月と適切ではないと思う。今回の加害者に対しどのように深い反省を流しどのような指導プログラムを実行したのか、市教委が把握しできないような策を出して学校に投げるのは無責任であるとおっしゃっています。あとは最後にということで、最後にと言いつつ、もう一枚あるのでそちらを、読ませていただきますね。調査委員会の聴取において加害者の方がどうして尊重されがちで加害意識が低いように思えて、なりません。職法事件であっても何かしらのペナルティがなければ果たして指導プログラムだけでいじめはなくなるのでしょうか。加害側には自分が行ったことの重大さを考えてもらうことが必要なのではないでしょうか。次に小学校5、6年時の担任教諭が娘の死後間もなく早期退職をしていることについても憤りを感じています。あと、公表版をまとめるにあたりマスキング箇所をもっと外して開示してほしいことを再三伝えましたが、個人が特定、される可能性があると拒否され飲み込むしかありませんでした。ですが個人が特定されるような箇所では到底なく、市教委の都合に合わせてマスキングされていると感じています。いじめの内容をもっと開示していただきたかったです。あと中学校に対してですが、担任教諭は、娘を気にかけてくれたと本人から聞いており悪い印象はありません。ただ加害生徒2名と、娘にアセスメント指導を行ったことを、調査の過程で知りました。その一件を教諭保護者にしていただきたかったです。その一方によって、最悪な形で防げる可能性もあったのではないでしょうかというふうにおっしゃっています。であと最後にですが、最後にということで、現代大人の社会ではハラスメントや誹謗中傷等、問題になっており罰せられることもあるが子どものいじめも同様に注目すべきだと思う。そのいじめについては SNS 等の利用もあり家にいてもいじめが続く時代になっている。私は娘を亡くし遺書を見たときいじめは殺人と感じた。大げさに思うかもしれないが元気だった娘がいじめによって精神を壊されたのは事実である。現在同じようにいじめや人間関係で苦しんでいる子はどれだけいるでしょうか。逆に言うといじめを行い人を傷つけている子はどれぐらいいるのでしょうか。国教育関係機関はその実態を把握し法および方針を見直しいじめを、受けている児童が復帰できるよう最良の施策を作成してほしい。同種事案で我々と同じように一生悔いを背負う家庭が生まれ出ないように願っています。